えげつない菅に対してえげつない話をします最近遅まきながら韓流ドラマにハマっておりまして、愛の不時着というのも見ました。愛の不時着で見たことある人、意外にこういう集会に来る人は見ないんですよね。かなり遅れてるんだと思いますけども、でその愛の不時着にですね、北朝鮮の盗聴を専門とする人間、ずっとこう一日中こう盗聴してるね、そういう人間が出てくるんですね。それを耳野郎って言ってんです。耳野郎で、今の菅政権というのはまさに耳野郎政権なんですね。安倍政権が経産省、通産省がブレーンだったのに対して、今は明らかに警察官僚、それが杉田とかあるいは北村とか、まさに耳野郎中の耳野郎がブレーンというか手足となっている。で菅自身も耳野郎であるわけです。で安倍から菅への転換というのは、私はヤクザから半グレへの転換だというふうに言っています。ヤクザと半グレの違いっていうのがあまりご理解いただけない人も多いかもしれませんけれども、ヤクザっていうのは一応組織なんですね。で親分がいて、その親分の方に何か話を通ずれば、下の方もそこそこ話が通ずる。それから仁義というふうなものが、曲がりなりにもそれを尊重するみたいなところがあって、だから片木の衆には迷惑かけないとか、表向きはですよ。ところが半グレ、半分グレン体の半グレっていうのはね、仁義も結託そもないんですよ。で組織は嫌いっていうか、それは無派閥の菅っていうのはまさに半グレなんですね。でこれは凶悪で凶暴なんです。ヤクザ以上に凶悪で凶暴。だから安倍から菅への転換っていうのは、まさにヤクザから半グレへ政権が移ったということだろうと思います。でヤクザっていうのは息子が継ぐ場合もあってね、2世3世という。だから細田派、安倍が実質的なものである細田派にしても、竹下派にしてもですね、あるいは麻生派にしても、これは八幡さんなんですよ。それに対して二階派というのは、これ半グレ連合なんですね。片山さつきとかそういう変なのがいるわけでしょ。つまり自分だけ目立てばいいという、その半グレ連合だから、残念ながら安倍政権の方がまだマシだったなとかいうね、つぶやきたいほどですよ。私でさえつぶやきたいほどひどくなってる。で花でいうとね、しきみの花ですね。しきみの花、なんか皆さんあまり知らない言葉ばっかり連発して申し訳ないんですけれども、葬式の花ですよ。でしきみの花っていうのはね、悪しきみっていうから取ったっていうんですね。だから身に猛毒がある、そういう意味でも菅政権ぴったりだろうと。でこの菅に対して私はね、あんまりっていうか、まあ私だけがやってもいいんですけども、正攻法で言っても難しいんじゃないかと。もっと桁繰りだろうが何だろうがかけていかないとダメなんじゃないか。で例えばね、私が一番新聞なんかがこそっとでもいいから書いてほしいなと思うのは、菅がブレーンとしての竹中ですよね。で竹中平蔵の子分みたいなのが高橋陽一という
元財務官僚が選ぶ、これを内閣官房参与にしたんですね、菅は。でこの高橋陽一というのは窃盗罪で東洋大学をクビになった男なんですよ。これをね、やっぱりどこか書かなきゃダメですよ。それは私もね、その窃盗罪はやらないけれども、いろいろ探られれば真っ白だとは言いにくいかもしれない。しかしね、少なくともそういう表向きの罪あれにはないですよ。でこの窃盗罪で東洋大学教授をクビになって開越大学が拾ったんですね。これを堂々と内閣官房参与にしてるわけ、なんで書かないのかって新聞。そうするとはっきりするでしょ、泥棒はいいけれども思想的に変なのはダメだと、こういうことでしょ。この対比で攻めていかなければダメですよ。向こうはえげつないんだから。それをこっちがね、人の過去をなんとかとかって上品な構えでは絶対負ける。だから東洋大学の先生、ちゃんとそれをね、東洋大学の先生でも学術会議の人でもそれを出させる。東洋大学に、なの出さなくてもちゃんと新聞記事に書いてあるけれども、窃盗罪で捕まったのはいいのかとね。まあコネクティングルームもあれやってるからいいのかもしれないけれども、そういうところをなんか上品に構えてては、向こうは全然上品じゃないんだから、半グレなんです。その半グレに対してこっちがね、ちょっとなんていうかな、上品すぎるという感じが私はしてる。望月さん来てるね。望月さん、東京新聞の囲みでね、高橋陽一の窃盗罪はいいのかというふうに。そうするとね、やっぱり一般の人はなかなか学問の自由といっても、学問してない人にはなかなか通じないですよ、それは。まして砂には通じない、全然。そういう時に菅が露骨にね、窃盗泥棒男を内閣官房参与、税金使ってるわけですよ。でね、そこら辺をやっぱりきちっと攻めていかなきゃなんないというふうに思うんですよ。それとやっぱり竹中平蔵の問題ね、竹中平蔵への退場勧告というね、非常に優れた本を私が最近出した。幸い増刷なりましたけれども、でね、私は一応経済評論家とか名乗ることもあるんだけども、経済はほとんど知らない評論家ですとこうへりくだってるわけね。ただし竹中よりは知ってますとこう来るわけですよ。竹中のあれはね、新自由主義とかなんとか言うけど、企業の行動、企業にとって邪魔になる法律を次々といわゆる規制緩和という形で外していくわけね。そして例のなんだっけ、派遣だから、会社の法人税を 10% も下げてるんですよ、安倍政権時代。だから企業の内部留保はなんとね、475兆円あるの今。だから企業ばっかりにお金が貯まってるんですよ。どっかの労働組合が全然働かなかったんだね、はっきり言って。475兆円もね、内部留保やってね、何が組合だと私は思いますよ。それと法人税を次々と下げて、それに対して抵抗しなかったらダメでしょ、それは。ね、消費税どころの話じゃないんだもん。そういう話をやっぱりしなきゃなんないと。で軍事研究云々って言うけどもね、軍事やれば民主にとかって知ったかぶりでいろんな人言うけども、ソニーの井深勝さんがね、はっきり言いましたよ。アメリカは軍事研究によってスポイルされたと。
ソニーは軍事研究やらなかったから伸びたんだってはっきり言ってんの。だから軍事研究がどうのこうのっていうね、軍事研究やんないと企業遅れんだ、遅れるんだみたいな生半可なことを言ってんのはすごく遅れてるわけ。いうふうなことをね、これ以上また上げてないとね、私も興奮して血圧上がるから、ちょうど終了ですというふうに出ましたので、まあ戦っていきましょう。田中さん、どうもありがとうございました。もっと